こんにちは、ミントです。2019年の F1 は3月に開幕し、最終戦は12月となり、年間21戦行われます。チームスタッフは日曜日のレース後、深夜まで撤収作業をします。そして次のグランプリ開催国には火曜日か水曜日には入ると言われています。2003年までは年間16から17戦でしたが、徐々に開催国が増え、現在では20戦以上で落ち着いている感じです。では今後この開催数はどうなっていくのでしょうか。今回は F1 の開催数について考えてみましょう。すでに2020年にはベトナムでの F1 初開催が決定しています。ハノイ市街地コースを手掛けたのはヘルマン・ティルケ氏で、 1.5km のストレートと鈴鹿の S 字のような区間が組み合わさったレイアウトは非常に楽しみですよね。そしてオランダでもレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンの人気にあやかり、ザントフォールトとアッセンが候補地に挙げられ、ザントフォールトで30年ぶりとなるオランダグランプリ復帰が現実味を帯びてきています。F1 ドライバーにとって母国グランプリは特別な思いがあるだけに、マックスの母国となると非常に盛り上がるので、F1 においても非常にいいことではないでしょうか。そして先日、ブラジルのジャイール・ボルソナーロ大統領が2020年から長年 F1 を開催してきたサンパウロのインテルラゴスに代わり、リオデジャネイロに新設されるサーキットで開催すると衝撃の発表をしました。F1 開催には莫大な開催料が必要となり、世界中の伝統的サーキットが毎年のように四苦八苦しており、すでに F1 開催をやめ、他カテゴリーで盛り上がっているサーキットもあります。しかし、韓国やインドなどのように莫大な費用をかけ開催しても、数年で開催をやめてしまうサーキットも少なくないのです。マックスのように母国の人気 F1 ドライバーがいれば盛り上がりますが、F1 ドライバーがいない国での開催となると、高額なチケット代などを考えれば、その人気は一時的なものになるかもしれません。それを考えるとベトナムはどうなのかと少し心配になってしまいます。現在ではシーズン前テストでも使用されている人気のレイアウトのスペインのカタロニアサーキットが2020年以降の F1 開催に赤信号が灯っており、その代わりにオランダグランプリが行われるという噂も出ています。スペイングランプリが継続となった場合、もしオランダグランプリが加われば開催数は必然的に増えることになります。現在 F1 を運営しているリバティメディアは年間開催数を25まで増やしたいと公言しています。では F1 関係者は開催数についてどのような考えなのでしょうか。メルセデスのトトウルフやルノーのシリル・アビテブールは年間15戦前後に抑えるべきと主張しています。ハースのギュンター・シュタイナーはこう語ります。利益を得ることができずに年間21戦以上のレースに行かなければならないならビジネスとして成り立たない。財政難に苦しむウィリアムズのクレアは、私たちのメンバーはすでに1年に21回も世界を旅して回っていますし、それに加えてテストもあります。みんなは長い期間家を離れることになるんです、と語っています。そしてレッドブルホンダのクリスチャン・ホーナーもこう語っています。F1 開催は21戦がすでに過大な要求なんだ。それ以上増えると飽和状態となり、 F1 自体が転換期を迎えるだろう。サーキット側は FIA が求める安全基準を満たすために莫大な改修費を捻出しています。そして莫大な開催料も必要なため、開催するたびに赤字になるとも言われているのです。ファンとしては様々なコースでの F1 を見たいですが、あまり増えてもその価値が下がる気がします。毎週見たいような気もしますが、多いと飽きてしまうかもしれないし難しいですよね。でもチーム関係者の苦労を考えると年間15戦前後が良いのかもしれませんね。その方がワクワクするかもです。皆さんは F1 開催は年間何戦が妥当だと思いますか。 F1 を少し減らしてスーパーフォーミュラが増えればいいのに。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。